岡田和親選手がブラッド&ガッツに名前を連ねているという。いやすごかったっすね、うん、やはり多分に漏れず癖が強く強かったな、はい、AW NOW 今回もよろしくお願いします。さあ今回はですね、通常に加えてバトルオブザベルツが加わって4本立てとなっております。ものすごいボリュームでしたね。いやしかもよりによってダイナマイトがブラッド&ガッツですよね。いやそうなんですよね。なぜブラッド&ガッツの週にベルツを入れるって話ですよ。そう、しかもベルツっていう名前の番組なのにベルトかかってるの1個しかなかった。そうなんですよ。どういうことなんですよ。でもそれをもう補ってあまりあるほどの、名イベントのね取り寄せが面白かったんで、面白かったですね、はい、ぜひ皆さん見ていただきたいと思いますが、はい、まずはダイナマイトです。もうダイナマイトといったらやはりもうブラッド&ガッツでございます。もうモクスリーの領域だと思ったら意外とこう毎年行われるともうこんなに景色違うんだっていうぐらい違うんですよね。特に今年は岡田選手が、岡田和親選手がブラッド&ガッツに名前を連ねているという、ハードコアって岡田さんやったイメージない、記憶にはないですよね、あんまり。そんなイメージない。新日本に所属してる間も例えば他団体でそういう試合をしたとかいうのもないですし、記憶にないですね。そうですよね、もう他団体に出てなかったですもん。まし、出てない。ましてやブラッド&ガッツですからね、はい、あれだってブラッド&ガッツってデスマッチはまたちょっと別のジャンルとしたとしても、ハードコア の最上級の領域展開みたいな部分あるから、段階踏まないでいきなりそこに出た岡田さんって感じなんですよ、はい、なのでちょっと今回ね新日本プロレス、でね皆さんご存知の岡田和親選手がいきなりブラッド&ガッツに出るというのでね、ちょっと皆さん注目していただきたいと思いますが、まあ、結果として非常に岡田さんらしく、はい、ブラッド&ガッツの世界もスイスイ泳ぐという、そう、いやーなんか何も慌てなかったですよね、はい、なのでねやはり岡田選手が例えば大流血させられたりとか、ドライバーボードにぶっ刺さったりとか、画鋲の海に沈んだりみたいなことも十分考えられる、試合形式になってるんで、いつかそういうの見たいな。そうですね、ジエリートにいる限りはいつかあるでしょうね、はい、ありえますよね、はい、入場からもうね狂気持ってきてましたから、ね、そうなんですよ、岡田選手もオリジナルの、とにかく今のジエリートは恨まれているんで、岡田選手も嫌われてるんで、すごいですね、はい、いつかそういう戦いに、巻き込まれることは間違いないと思いますが、まあめちゃくちゃでした。いやすごかったですね。すごかったですね、はい、毎回言ってると思います、めちゃくちゃだったってで今回ダービーアリン選手もいましたから、はい、もうそりゃめちゃくちゃになりますよね。いやおかしいですよね、頭、はい、ブラッド&ガッツでしたよ、孫をことなき、はい、でした。なので皆さん、ぜひねブラッド&ガッツ最後まで堪能していただきたいと思います。はい、そしてランページなんですが、ランページはですねロイヤルランページ、そうですね、はい、やはりブラッド&ガッツの直後ということで、はい、ベルリングが2つあってという状態ですね、うん、ちょっと特殊な形のね、バトルロイヤルになってるんですが、勝者は、AEW の世界王座に挑戦できる権利を取得できるということで、これが、片方のリングに10人ずつ計20人で争われるバトルロイヤルだったんですが、うんうん、まあ、いろいろ細かいところに見どころはありましたね。そうですね、20人も いるとはっきり言って技のいいところなのにスイッチ切り替わって画面がなんだこれっていうのがポン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 と映る中で、やっぱり一番目を引いたのは僕はやっぱパトリアーキーでしたけど、うん、おニック・ウェインがねいい動きしてましたよね。いや美しかったですね、やっぱり。でも彼まだ、19歳になったばかり、19歳になったばかり、なんか20どころじゃなかった。でやっぱ腹座ってますよね、うん、あの状況であれだけできるって。そんなニックウェインにね、ちょっとした事件が起きるんですけども、 ありましたね、はい、本当の事件はその直後にありましたね、はい、何があったかは何があったかはぜひ見ていただきたい、はい、サプライズは
リングの中にあるとは限らないということですね。はい。あらもうみんなびっくりしましたもんね。びっくりしました。もうってなりました、ね。そう。なんで？こっちも声出ました。はい。あのね本当、世のねあの長男たちが涙を禁じ得ないようなそんな内容になっておりますし、はい。さあそしてコリジョンなんですが、コリジョンもいろいろあるんですが、はい、今回はですね初登場のおー、はい、タッグチーム MXM コレクションが、うん、AW 登場いたします。はい。癖になりますね。いやあの噂には聞いていたんですけども、うんはい、想像以上でしたね。面白かった、ね。面白かったですね。はい。あのどこでしたっけあのかん？ウガンダ？カンボジア？どこでしたっけ？どこウガンダのソフトグランドレスリング。あソフトグランドレスリングか。はい。あそこにも行ってるんですよね彼ら。そうみたいな。なんかちらっと確かに僕もあの SNS のショート動画で見た覚えがあって、うん、あそこチェックし島谷選手も行ってるんですよね。はい。みんなどうかしてますよ。いや確かに美味しいですよね。面白そうだし興味あると思いますけど、ウガンダは簡単に行けないですよね。簡単に行けない。簡単に行けないし、あと単純にあそこでプレーするの怖すぎ。はい。でもそこにこう喜んで飛び込んでってるやっぱどっか狂った人でしょ。はい。いやで映像見てみたらやっぱりあの。WWE にいたからすごいっていう言い方になるとなんか WWE 至上主義みたいになって聞こえちゃうから、うん、あれかもしれないですけど、やっぱそこってある程度の僕らからするとあのあそこにいたんだったらできるでしょっていう担保があるじゃないですか、はい、で新日本にいましたって言って海外でブランドになるのと一緒で、うん、だからあそこを WWE 出身でウガンダでプロレスやってて、この人どっちだろうなみたいな感じだったら、いやすごかったっすね、うん、やはりあの多分に漏れず癖が強く強かったな。はい、いちいちいろいろとポーズもかっこよかったですね。無駄な動きが一見多そうに見えるんですが、うん、そこできっちりと試合をまとめ上げてくるあのスキルっていうのはやっぱただものではないですね。全部できる人が遊びを入れられるっていう感じですよね。さあそしてバトルオブザベルツでございます。あのタイトルマッチが1個しかないんです、はい、もう冒頭に話したことがほとんどなんですけど、ね、本当に、はい、まあでもやはり名イベント、あのダスティン・ローデスとフォン・エリックスがトリオを組んで、出るんでね、メンター宣言もしましたもんね。してましたね。もうプロレスのロマンが詰まってましたね。うん、そしてね、やはりね、ダスティン・ローデスが出るとデスペラード選手が喜ぶというですね、はい、僕のアイドルですからね。でもダスティン・ローデスもまたなんかちょっとコンディションがね、上向きになってきたんじゃないかなってぐらい、はい、全然なんか、こういうとあれですけど、年齢を感じさせないっていう動きでしたね、うんうん、はい、もうすごかった。で、また相手がね、アンディスピューティッド・キングダムっていうのが良かったですね。良かったですね。彼らは試合外しませんからね。外しませんね。もう組み合わせだけで、名前の組み合わせだけでご飯 いけちゃいますよね。これは大絶対大丈夫みたいな。こんな味するんだろうなって言ってご飯が食べられちゃう。そうだ、分かる分かる。そうもう絵に描いた餅じゃないですけど、絵に描いた何かで匂いを感じるような、はい、もうそれくらいの達人しかいない試合でしたね。そうなんです。なのであの非常にね見やすい全3試合という形になってますね。もちろんベルスから見ても構いませんし、今回とにかく4本もあるんで、皆さんね、時間、たっぷりかけて今回の AW、楽しんでいただけたらなと思います。はい、ということで今回もよろしくお願いします。